はい、皆さんこんにちは。 SGP フォレスター TV です。さあ本日6月27日月曜日、フォレスター E 型の、先行予約がスタートしました。ディーラーさんに行けば簡易パンフレットなどもね、用意されておりますので、気になる方はですね、ぜひ、足を運んでいただきたいと思いますが、まあ、今回の、フォレスター E 型最大のトピックはですね、何かというと、ついについに STI スポーツがラインナップされたといった形になります。いや、ようやくですね、 STI スポーツラインナップされましたね。4年ぐらい前ですかね、東京オートサロンで、まあ、e ボクサーの車両をベースとした STI スポーツコンセプトみたいなのが、出ていましたけれども、なかなか出ないなと思っていたら、ついに E 型で登場したと。で、 E 型では、e ボクサーではなくて 1.8 リッターターボですね、ガソリン車で登場したといった形になります。で、早速、私もですね、ディーラーさんに行ってきました。で、話を聞いてきました。 STI スポーツといえばね、やっぱり足回りが変わるっていうところで、まあ、今回ですね、電子制御サスペンションではありませんけれども、機械式のダンパーが装着されるということで、このあたりね、乗り味走り味だいぶ変わるんじゃないかなといった印象があり、結構楽しみだなと思いました。で、デザインに関してはですね、もっとね、スポーティーな感じで来るのかなと思ったんですよ。ブラックの色合いを結構ふんだんに使ってくるのかなと、思っていたんですけれども、いや、そうではなくて、簡易パンフレットで見た感じだと、なんかシルバー加色をちょっとトーンダウンさせたような、そんな、加色が使われているので、なんかこうスポーティーな感じっていうよりかは、上質感を高めた、そんな印象を受けました。ただ乗り味に関してはですね、結構良くなっているものがあるのかなと、まあ予想はできますよね。で、内装に関しては、まあ、STI スポーツの色ですよね。まあここ最近の STI スポーツ定番カラーになっているのかなと思います。で、そしてシートなんですけれども、シートはですね、ナッパレザーシートが標準装備になっているんですよ。ちょっとこれはね、個人的にね、ナッパレザーシートじゃなくて、スポーツの、要はウルトラスエードのシートに、なんかステッチだけ変えてくれればよかったのになぁと思ったりもして、ナッパレザーシートか、シートベンチレーションついてないし、みたいなね。そこ変えなくてよかったんじゃないかなって思ったりもしたんですけれども、まあ、ナッパレザーシートが標準装備になったといった形になります。フォレスターのね、 STI スポーツっていうところで、まあ、どっちかっていうと、上品な感じに振ってるのかなっていう、そんなイメージがありますね。で、ボディカラーなんですけれども、ボディカラーはね、4色用意されてましたね。クリスタルホワイトパール、アイスシルバーメタリック、あとマグネタイトグレーメタリック、あとクリスタルブラックシリカのこの4色が用意されていて、WR ブルーがね、ないんですよ。いや、これ意外でね、STI スポーツなんだから、WR ブルー用意してもよかったんじゃないのって思った感じがあったんですけれども、まあ、残念ながら WR ブルーの設定はなかったという感じでございます。まあ、このフォレスターのキャラに WR ブルーは必要ないんじゃないかっていう、そういう、まあ、結果になったのかもしれないですが、まあ、せっかくならば用意してもよかったんじゃないかなといった印象はあります。で、ここで皆様ね、気になるところは、私がこのフォレスター E 型オーダーしたかどうかっていうところだとは思うんですけれども、私はこのフォレスター E 型今回オーダーしました。はい、しましたよ。オーダーしました。してしまいましたね。はい。まあ、自分の、フォレスター乗り換えサイクル、2年にね、1台っていう感じでいくと、まあ、納車のタイミング含めですね、まあ、今オーダーしておかないと、ちょっとあれかなっていうところもあり、フォレスター E 型オーダーしたといった形になります。で、グレードはもちろん
STI スポーツですね。STI スポーツのグレードをオーダーさせていただきました。まあ私が選んだオプション関係に関しては、また別動画でお届けしていきたいなとは思っております。最近の、まあ、車の買い方っていうところもちょっとやっぱり昔と変わってきてて、なかなかね発注しても車が来ないっていうのが、実際なんですよ。なのでやっぱりその車が欲しいっていう方はもう早め早めにねオーダーしておかないと、もう納期が伸び伸びになるだけなので、なので本当に、その車が欲しいっていう方はもうスバルだけじゃなくて、もう全般的に言えることだと思うんですけれども、もう先行予約がね、始まったタイミングで、まあ、オーダーを入れるぐらいで行かないと、そうなかなかこう納期が読めなくなっちゃうなっていう、そんな印象もありますので、まあフォレスター E 型ご検討の方は、まあ、早め早めに、動かれた方が良いかと思います。まあただね E 型なのでね、そんなに爆発的に売れるっていう感じも多分ないと思いますけれども、もう今のその自動車業界、特に新車注文に関してはもう本当に納期がわからないっていうところでございます。でちなみに私の場合はですね、半年ぐらいって言ってました。なので年内に入るか入らないかっていうところ、まあ個人的には別に年内に入んなくてもいいので、もし12月登録になりそうだったらちょっと1月登録にしようかなとも思ったりして、まだこの段階で半年ですからね。なのであとは、オーダーが入れば入るほど、納期が伸びていくという感じになりますね。それとあと EGR センサーについてもですねちょっと確認しました。で私の場合は7月の上旬ぐらいの、リコール作業という形になります。でただね最近その EGR センサーの不具合によってエンジンストップしてしまっている事例が増えてきているみたいなんですよ。でツイッターのフォロワーさんでもエンジンかかんなくなってしまったっていう方もいらっしゃったので、この夏の暑さの影響なのかよく分かりませんけれども、最近エンジンがストップしてしまうっていうことが多いそうなので、そのまだリコール対応されていない方はちょっとね注意した方が良いかなと思います。これからの時期、遠出した先でねエンジンが止まってしまったら笑い事じゃないのでね、私もちょっと気をつけようかなといった印象がありますので、まあリコールがね終わるまでは遠出は控えようかなといった、感じでございます。またねリコール作業が終わりましたらまたその続報もですねお届けしていきたいと思います。ということで今回はフォレスター E 型 STI スポーツオーダーしましたという形でお届けいたしました。それではねまた次の動画でお会いしましょう。